大学の間のことはあまり覚えていない。知識は増えたが思い出はない。人が心に残すのは特別なことだけで、あの頃の俺に特別な出来事など一つもなく、ただ必要なことを必要なだけやり続けた日々だった。2年次の終わり頃、研究室に入るのと同時に一人暮らしを始めた。それまで市内の実家から通っていたが、もうそのわずかな時間すらも惜しかった。大学の真裏のアパートは築60年。共同キッチン、共同シャワー、共同トイレという、12000円の家賃に全くふさわしい部屋だった。家計に余裕があったわけじゃないので、生活は奨学金でしのいだ。アルバイトはしたくなかった。勉強以外のことに割く時間など、一秒もなかった。食べてるって。学生街だから安い店もあるし。贅沢さえしなければ生活はできた。ごちそうさまでした。安アパートの壁は薄く、音も響いたが、それも集中していれば問題なかった。肩書き？先輩？おう、これから花火やるんだけど、来いよ。すいません、研究室の仕事があって。ああ、じゃあ気が向いたらさ。はい、すいません。ここ？多分合ってる。おお、本当にいた。何か。冷たいくらい。演習のグループで課題出てるじゃん。肩書きくん同じ班だし、一緒にやんないかなって。ねえ、やばい。廊下にちっちゃいシャワーあるんだけど、すごくない？テンション高っ。海の家みたい。えぐいね、ここ。帰ってもらいます。俺の分は一人でできるんで。ああ、そう。じゃあいいや、ごめんね。なんか寒い。なんで俺がお湯で、お前が牛乳なんだよ。おい。寝てんのか？肩書きくん、やっほ。何のよ。実習の打ち上げの紙持ってかなかったでしょ。近いから持ってきた。てかさ、肩書きくん消えんの早すぎなんだけど。早く研究室入ってるから忙しいかもしんないけどさ。ん？って猫じゃん。え、猫いんの？わ、いる！ちっさー！私猫大好き！ちょ、入らないで。え、いつ生まれた子？小さくない？知らない。一昨日拾っただけで。ご飯を？牛乳を。はぁ？何やってんの？もしかして獣医さん連れてってないの？うんちは？ちゃんとさせた？いや、その。死んじゃうじゃん！ほら、貸して！あ、ちょ。生まれたばかりの生き物は1分1秒が命に関わるの！こんなの速攻お医者さんだから！マジ可愛いねー。えぐいねー。それは褒めてんの？なんで？それ以外になくない？ありがとう、助かった。部屋入っ、ダメだ。なんで？全然感謝してなくない？はい、ええ、そのデータなら。じゃあすぐに行きます。はい、大丈夫です。土日いっぱい使えば。
お前は。やったやったー、よし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 、お腹すいたねー。聞いてよ、やった。あたしはほら、入んなって言われてるからさ。勝手に入んのも違うし。お前のご主人様はなんであんなに勉強ばっかしてんだろうね。研究室に泊まり込んで勉強して、家でもずっと勉強して。なんか夢でもあんのかな。でも、やった覚えときな。勉強って、しすぎるとバカになっちゃうからね。あの資料は研究室か。だるい。もしもし。なあ、うん。あ、いや、それはいい。ありがとう。助かった。なに、肩書きくん、ちょっと、ね、大丈夫？入るよ、非常事態だし、仕方ないでしょ。って、聞こえてないし。なんで死んでんの？なんでこんなになるまで勉強すんの？本当にバカじゃん。ダメだ。なんで？どうした？ごめん、研究室でさ、話聞いちゃった。肩書きくん、恋人がいるって、病院に。でもさ、もう目覚まさないんでしょ？お医者さんでも無理なんでしょ？肩垣くんはさ、それでいいわけ？起きない恋人と一生一緒にいんの？もしかしてさ、研究室でやってることも彼女と関係あったりする？だからそんな勉強ばっかして倒れてさ。そんなの全部自己満じゃん。起きないんでしょ？無理なんでしょ？なら認めるしかないじゃん。目そらさないでちゃんと生きるしかないじゃん。彼女だってそんなことしてほしいって絶対思ってない。私だったら絶対思わない。肩垣くんが好きなら肩垣くんに幸せになってほしいって思うもん。頼むからさ、自分の幸せのこと考えてよ。帰れ。え？二度と来るな！二度と来るなと言った。おい、ヤタは私がもらうから。は？何を？肩垣くんといたってこの子幸せになれないから。私、肩垣くんは不幸になると思う。絶対不幸になる。後ろ向きだし、意地っ張りだし、話聞かないし、きっとまた倒れるし、なんなら死ぬし、絶対完璧不幸まっしぐらだし。お前、私が間違ってるって言うなら幸せになってみなよ、バーカ！バーカ！大学の間のことはあまり覚えていないけれど、あの言葉だけは今でもたまに思い出す。ああ、やってやるさ。